チャンスを迎えている鳥取、中に面白いボール、ゴールキーパー跳ね返していく、決まった、高くなっています。さあ大久保右足、キーパー取って決まった、滑らせた橋本との1対1、外に回るは長嶋、長嶋に預けて中野、大久保決まった。昨シーズンはノーゴールだった大久保、今季はさあ田口、田口の左足が決まった、変わった、川上、このシェフ、長嶋奪った、長嶋シュート決まりました、いない、もう一度前線に送ってきた、なりました、立ちはだかるは徳重健太、大久保決めました、さあ前線、わかりた、また合わせ入った、再三のシュートがありました、さあ大陸崩した、クロス入った、左の沢上、さあカウンター、しかし人数は宮崎の方が多い、シュートを狙っていく、これがゴールに吸い込まれた、182センチです、さあニアでシュート、ゴールに向かって決まりました、沢上から清永、清永ループが決まりました、魚里、沢上、縦パス、清永、中には田村、ファーには瀬野、中へのボール、田村、小沢から新井、もう一度左、田村が中に上げてヘディングシュート、決まりました、サイドの橋本を狙ったところで奪って、行き果敢に、せ果敢に、恐れかかります、シュート決まった、落ち着いて決めました田村、こういった選手たちが怪我、さあチャンスになる田村、中には高尾、高尾から石川のシュート、決まりました、運んでまだ持っていきます、シュートを狙っていって入った、スペースに田村、田村が前を向く、さあ高尾、キーパーの1対1倒れました、ゴール前シュートが決まった、差し奪われる新井大輝、新井ミドルもある、新井のミドル決まりました、23番長い、石田につけてワンタッチ抜け出した、魚里がクロス入れてヘディングのシュート、右サイドボールが出た、左足浮かせてセロー、まだあります、最後小田垣が詰めた、中には2枚、田口が入っていく、落としてシュートだー、新井から前へ石川だ、ここは強い鳥取のフォワード陣です、出ましたフリー、追い越してモンギンジ打ってきた、さあ前線7番のダイヤモナル、沢上抜けてくる、沢上だ、クロス上げて後ろから左足シュートだー、あるのは力がない、さあ来た鳥取来た、右足に石川、決まった、これは見事決めました、これも決めました、田村は左サイドハーフ、ここから狙っていったシュートが入った、行っていいでしょう、チャンスになる、瀬瀬、瀬瀬のクロス、ファーサイド、田村のヘディング決まりました、いいところにポジションを取った、縦に流れる、沢上、石、中に入って石川ヘディングシュート、前に来るボール、中央、あっと決まった、坂上そのままシュート、左足を振ってきました、もう1回ある、39番坂上左足決まった、2人で抜いていった、再したクロスを上げた、石川シュート、左を使ってキャプテンの石井、中に来てシュート右足、この守備です、その合間を隙間を縫うようにして縦に出ていった、田村左足シュートだ、そのまま行く、距離を取って右に流した、シュートは抜けるか、右足を振った田口、さあ鳥取文言寺
ムンミンジュ出す、後ろから石川の右足だ。19番の沢上です。そのニアが正面、田口、石川だ。山、追加点のゴールが生まれました。今シーズンの3点目です。後ろから田口のシュート、沢上決めました。プラン中央に上がってきた、ヘディングが決まりました。同点です。針ヶ谷へ、新井が絡んできたところで奪った。さあムンがスピードを上げているぞ。ムンの左足決まりました。どうか、入っていない。鳥取まだチャンス。石、ふわっと上げたファーサイド、ヘディングシュート。中を通していく、田口からワンタッチ。さあゴール前、マイナスのボール、こぼれ、シュートに行った、決まった。中に入っていく、切り返す、縦に仕掛ける、ふわりと浮かしたボール、ファーサイド、清永。右サイドの石川、ボックスの中入ってくる、石川。しっかり決め切った。最後のスペース出てくる田村、折り返す、合わせました。清永、そしてその背の右が空いている石川、石川打つ。田村が前を向く、そしてヒール、石井のクロス、ゴールに向かっていく、沢上決まりました。左サイドで沢上、つくのは内田、負けない沢上、つないで田村、田村から中、石川、石川のシュート。今日1点を決めています。さあ2点目もあるか、アーリークロスを上げた、ファーサイド決まった。